毎年のことなんですけど、うん、すごい疲れますということで、はい、まあ、角度はようわからんけど、うん、前振りこれ、うん、ユニバーサルカント、これ後ろ足にやっぱね、ユニカン最高、ユニカン作るだけで全然違うね。なんかね、上手くなってる感じはするけど、うん、はい、カービングスエビドーです。難しいことは分かりません。チャンネル登録がご注意、皆さんこんにちは。こんにちは、はい、今日は快晴です。快晴、最高、風なし、はい、どこにいるの今日。ハンターマウンテンに決まってるでしょ、そこしかいないんだよ。はい、今日は何でしょうか。これフリースタイル、お久しぶりにフリースタイル。デスペですか。え、デスプラードってやつですね。デスプラードですね、はい、はい、難しいです。なんでとりあえず、はい、自分の腕にスイングしたくないので、うん、セッティングでごまかします。はい、セッティング終わったんで試しに滑ってみたいと思います。はい、行きましょう、はい、ああやってスライドターンして、うん、このギアを回してから見るのね、はい、それで違和感があった時にはセッティング変えちゃう、はい、で多分いけそうだから行っちゃう。あの時にズレとかなんか引っかかるなって感じするとダメだから。毎年のことなんですけど、うん、すごい疲れます。いいじゃん、すでに。うん、良さそう。ね。うん。じゃあもう一歩行こう。もう一歩行こう。よし。やっぱね、カントいいよ。ユニカン最高。ユニカン作るだけで全然違うね。ユニカンがこう入るのよ、こっち。うん。うん。うん。じゃあ全然いい。よし、いいんじゃないですか。よし、行こう。最高。はい。頑張ってるけど、うん、個人的にはアルペンのが少し好きかな。やっぱりね、これはこれ気持ちいいよ。すごいかっこよく滑れてたよ、うん、なんかね、上手くなってる感じはするけど、うん、まあ、動画見てチェックだね。はい、お疲れっす。はい、ではまた皆さん、よろしく。バイバイ。じゃあやってみましょう。はい、ということで、はい、まあ、角度はようわからんけど、うん、前振り、前振りね、うん、お、なんか変な部品がここに見えますよ、これ。これ、うん、ユニバーサルカント、これ後ろ足に。前回動画でやったやつですね。そう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 、うん、よいしょ。あのね、はい、これ、はい、どっちかというと板の中心よりちょっと前に乗るのが好きだから、うん、前に乗りたいのよ、うんうんうん、ちょっと後ろなんで、ま、今ちょっと後ろなのね。そう、乗りづらいの。あ、じゃあ直してみましょう。さーてと、これを全部取って、よいしょ、はい、どこにつけようかな。ここだな、ここにつけよう。まあ根拠はないけど、ここでね、いいと思うんだよね。大体板の真ん中に乗る感じですか、ね、そうそう、まあね、結構後ろで捌く人多いと思うんだけど、うん、それはそれでいいの、うん、うん、それはそれでいい。自分の好きなポジションを探すっていうのがね、スノボ大切だから。そうね、そう、だからここじゃなきゃいけないとかいらないの。好きなとこね。好きなとこ、はい、皆さんもあるし、好きな場所ありますね。好きなポイント、はい、そこに入ると気持ちいいじゃないですか。うん、気持ちいい。それをひたすら探してスノーボードはやりましょう。うん、はい、まあ、このユニカンの詳しい付け方はさ、前の動画を見ていただければね。そうですね、多分ここら辺に出ると思うんで。出てますね、ここら辺に動画が、はい、はい、まあ、こうだな、うん、いい感じかな、はい、いいですね。すぐね、腕じゃなくてね、物のせいにするから、エビドーはだって戻りでさ、変わったら楽しくない。うん、まあね、練習いらないから、ちゃんとね、ネジはしてみましょうね。はい、もっと前でも良さそうだな。あと1個前だね。スタンスどのぐらいなの、これ。これね、メジャーがあるとね、便利だから、スタンス高めの55、いいだろ。うん、まあ、ざっくりで、ざっくりで、あとアルペンの方が簡単だよ。そうだね、皆さんもね、ちゃんとね、スキー場でやった方がいいですよ。
いろいろ分かるから楽しく滑るために必要なんですよ、うん、だからブーツのセンターダッシュとかねあるらしいんだけど、うん、だからそういうことは細かく気にしない、とりあえず乗ってみよう、とりあえず乗ってみようだから OK、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ行ってみましょう、はい、さっきよりはいい感じだけどもうちょっとで微調整しなくちゃダメかもしれないけど、まあ面倒くさいんでこのまま行く OK、はい、ビゾーチャンネルではカービングライダーとのセッションを楽しみにしています。皆さんハンターマウンテンで一緒に滑りましょう。チャンネル登録は50人どうぞ。それでは皆さんまた。